はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。モローウィンドウ続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、このアエンゴスさんに、頼まれたシーフギルドの仕事、ちょっと手前の人が、シーフギルドの仕事を2つこなしたんですけども、その際に、報酬ですね、報酬で、まずはこのサイレンスを発動できるアミュレットと、でこのカメレオンリング、カメレオンの能力 10% を10秒間ですね。でこれはですね、性能のいいものとかが今後拾えてくると、でいいものになってくると、カメレオンの性能が 80%、それが1分間続くと、そういうぶっ壊れの性能のアイテムもあるみたいなんで、ぜひ欲しいですね。であと罠ですね、今まで無理やりこじ開けてたんですけども、この先端が曲がってるやつ、これを使うと罠を解除できるらしいんで、今度からこれ使わないとダメですね。で今回はまたこのアエンゴスさんから、今度はこのウィザーシンのコピー本を持ってこいと。で場所はここですね、マールガンのトレードハウス、そこにいるマイルズさんが持っているかもしれないということなんで、まずこのマールガンという場所に行かないといけないですね。これは違う街っていうことかな。ちょっとシルトストライダーで行けるかどうか。ああ霧が。スピークトラベラー、これだ、11円。We make a special trip just for you. Same low price. ああ、さらに北に来たんですね、さっきの町から。で、ここの町のトレードハウス、着陸セーブして。なんだ、なんか、あ、砂嵐みたいな。うわっ、ちゃんと顔を覆うんだ。あれ、さっきより、あ、すごい細かい。町の人たちも、うわっ、なんか風で進めないよ、押し戻される。うわうわちょっと待ってくれマイケル・ジャクソンよりもすごいこのムーンウォークが。ここだ、トレードハウス。ああ、ここにいる、マイルズさんがコピーを持っているかもしれない。
Say your words. So what do you want? Tell your friends about this place. Say your needs. なんかすんごい派手な人がいるな。この人だ、マイルズ。Let's hear it. コピー本を譲ってくれないかな。マールガンはアッシュランドと、さっき言った町の北に位置する、レドランの、卵工業集落かな。エッグマイニングビレッジ、フォヤダ、フォヤダバニーダットと、ゴーストフェンスのそば、レッドマウンテンのふもとの平野にある、ゴーストフェンスを突破した化け物はここまで住人を襲いに来る。あ、ここは結構危ない場所だ。幸いにも、マールガンを守る勇士を求める声に、鍛冶屋の戦士たちが応じてくれている。トリビナルテンプルの巡礼者は、ロード・ビベクが悪しき、デイドラロードバッドデイドラロードの何だろう、メルネスダゴンからを出し抜いた。ロードビベクがデイドラロードを出し抜いた。こっちがやっぱりビベクっていうのはいい神なのかな。ティレナ、ティレナは絶対に密輸をやめない。あ、なんか悪いことしてるんだこの人は。本の話がない。ということは、この部屋のどこかにあるから盗めっていうことかな。あ、これかな。なんだっけ。ウィザーシン。
いや、これバレるよ。ちょうどあれ使おうか、カメレオン。10秒間だけど、クイックセーブをしてカメレオンを発動、ロックピックに変えて10秒間。よし、あ、いた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 。でまたカメレオンして取る。入ってるかな、これだ。よし。これは使える、これは使えるぞ。ここも開けれるんじゃないかな。カメレオンして、いや、相変わらず砂嵐が。こっちも天気悪いのか。道間違えた。いや、全く見えない視界が。よし、本の中身見たかったらまあいいか。ジョブ。我々は、ドゥーマーか。ドゥーマースパイダーセンチュリオン。うん、これは、スカイリムとかでも出てきた敵、クモみたいなやつですね。ロボットの。それを知り合いから手に入れた。そいつを直せる、エストリルという人物もいると。ところが、スクラップメタルだけが足りない。スクラップメタルなら、大抵のドゥーマールインズ、ドワーフの建物かな、の中で見つけることができる。適当な場所を挙げてやりたいが、あいにくとわからん。安全を確保するにはスクラップメタルが4つは必要。安全？
何から、ま、安全を、だがドゥーマールインもう完全踏破する必要はない、手に入れたら戻ってきて OK だと。なるほど。あ、シーフギルドを守るためにドゥーマーセンチュリオンスパイダーを直す必要がある、4つほどスクラップメタルが必要だと。ドワーフの建物か。ドゥーマールインズどの辺にあるんだろう。会いに行くとわからんって言ってるな。じゃあ散歩しますかね、久しぶりに。いや、ちょっと天気が悪いですね。待てよ、ここで寝よっか。な、治らない。どうしよっかな。地図に、あ、カルデラ行きますか。カルデラになんかもう一つシーフの人がいるらしいんで、シーフギルドの人が。カルデラに向かいながら、そのドワーフの建物を探す感じで。いやでもね、この視界だと建物もこれ探せないぞ。ちょっと寝よう。寝ようっつってもここないんだよな。違法ってなってるけど、PM6時。これでどうかな。ダメか。仕方がない。これは探せないよ。とりあえず道っぽいところを行きながら。あ、ちょっと晴れてきたかな。スカイリムとかだと、あのちょっとこう黄色い建物というか、なんかそういうイメージがあるんだけど。あ、人がいる。でも多分話しかけるとクエストが発生するんで。あれなんだろう。なんか上にもうっすら見えるんだけど、あれフォートかな。
クモスレギオンフォート、お、戦ってる。人たち。Come on, I haven't got all day, you know. あ、違う違う。はい、失礼しょ。Let's get this over with quickly. 自力で探すしかないのかな。カルデラ方向に向かいながら、なんか上にあるんだよな、早速。あとここ。あ、これあれだ。あの、ハルアンワードにあったのと同じやつだ。あ、落ちた。なんだこれ。とんでもない建物があるんだけど。クイックセーブしよう。あ、なんかいる。こいつ、こいつが、あ、進めない。障壁張ってるのかな。あ、当たるの。当たらないと思った。あ、ダメだ。ダメか。
あー、ダメですね。いやー難しいな。どっかに入れる場所はいやこれだとでもどんどん違う方向に行ってしまうな。ゴーストゲートに行ってしまう。まだその時ではないような気がするな。気にはなるんだけど。あ、でもこれ、いや違うか。これはドゥーマーじゃないか。あ、人がいる。あ、人がいる。これ話しかけていいのかな。ゴーストゲートまでようこそ。レッドマウンテンの周辺部じゃ一息つける最後の場所。なるほど。あ、これか。これで塞いでるんだ。で、たまに、漏れた敵が、さっきの、何でしたっけ。マールガンにたまに人を襲いにやってくるって言ってましたね。で、この奥に、何でしたっけ。ダゴスール。ダゴスールがいるんだ。なんかそんな話だった。
ったような気がする。はい、ですね、結局さっきのゴーストゲートからこんな感じで今、回ってきたんですけどね、ドワーフの建物っぽいのは見つけられなかったですね。なんだこいつ。よいしょ。で、ここがカルデラですよね。大きい町だ。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。